こんばんは、岡田敏夫です。えー、ニコニコの魔法ソウル。 岡田斗司夫デミ5月1日です、えー、どうもどうもですねあの今日はですね映画特集ということで映画の話をもうゆっくりする予定なんですけれども、えー、もうほとんどあの見ながらもらった質問があるのとあとはまあ他にちょっとした雑談がある以外はですねゴールデンウィーク映画というふうなことでやってみようと思います、えー、あのあれだよね、えー、一番最初のコメント本番前の2分ぐらい前からコメントがあるんだけどそれ見てる と、えー、シビルウォーをなんかすごい最高っていう人がいっぱいいてです <laughs> 俺はちょっとビビってで僕の中で「シビルウォーはいいんだけども。 ものすごくいいというわけではないというですねこうちょっと辛い話をしなければいけないという話をしながらですねちょっと見た人も見てない人も楽しめる仕掛けみたいなものをやってみようと思います。あの今日はちょっとアンケート機能をですね使ってですね、えー、実際どれぐらいの人がですね面白かったのかっていうのをですね数値化してみようかなというふうに思うんですよね。 まあ、雑談から言うなんですけども、えー、DMM のラウンジっていうのを始めたっていうのは前回も言ったんですけどもあ今日から一般告知も始まりましてですねあのニコナモを見てるですね一般の皆さんもですねできれば入ってください、えー、今日早速ですねかなりねオフ会やりそうになってるんですよ。もう今月だけで なんだっけ6つぐらいイベント入ってて、まあ、同じ日に入れてるのもあるんですけどもかなりのなんか僕ラウンジの人たちに会うことになりそうですで、えーまあ、早いことやりたいのがそのシネマクラブって映画ばっかり語るやつなんですけども今日はですね後半の限定の方のゲストにですねゲストということはないんだけど配信スタッフの山脇くんっていうのが <laughs> まあ僕がよく,よく名前出す山脇くんがですねこのあとハンタークラブハンターハンター協 専門に語るグループがあってそこのです、ね、部長として出てきて今後「ハンター×ハンター」はどうなるのかという予想をです、ね、僕と対談するというです、ね、しょうもないコーナーもです、ね、限定の方でです、ね、入ってましてですね。 あとはあのハンバーガークラブというのがこの間できてです、ね、これは毎週1個です、ね、必ずハンバーガーを食べて写真をアップしなければグループから除名されてしまうという恐怖のサークルなんですけども <laughs> もうなんかみんなノリノリで週に2つぐらい上げててです、ね、<laughs> この調子で大丈夫かなと思うんですけど、まあ、そういうラウンジやってましたでそのラウンジで今日はです、ね、図書クラブというののオフ会を吉祥寺にやってまいりました。あのー 本当だったらもうちょっと便利な場所はやるんですけども日曜日にですね、えー、僕はちょっと他に用事があったもんで他の用事というのは具体的に言えば、えー、なんだろうなあのシビルウォーを見に行くという用事があったんですけどもですね <laughs> 用事があったんでですね、えー、ちょっとあの吉祥寺でやってもらってでそこでビブリオバトルのあの 8月ぐらいに、ビブリオバトルを一本の人も巻き込んでやろうと思っていうのは自分のオススメの本を持ってきてその本の素晴らしさを語ってみんなの中で投票して誰が一番か決めるっていうです、ね、バトル形式プラス持ってきた本の面白さプラストークの面白さっていうですねなかなかなイベントがあるんですけどもそれをやっててですねでまあ 今回は練習だったんで、でどういうういフォーマットで話そうかなと。あと図書クラブの運営方針決めようよって言ってて月に1冊読んでないとクビっていうのが決まってですね <laughs> なかなかここもなんかどんどんハードルが上がってきてるんですけどもで、えー「ビブリオバトル」で語る時もあのやっぱり最初みんな雑。 順番で語ってると、本の感想なのか、本の内容なのか、わかんない。よくありますよね。あの遠足の感想文をかけていったら。遠足でこんなことがありました、ありました、ありました、ありましたっていう。ファクトだけ書くやつっていうのがいるじゃないですか。で、次に、あの、こんなふうに思って、あいつがこんなこと言った。で、こんなふうに反論して悔しかったっていう感想だけ書くやつがいるじゃないですか。で、あれは両方ともですね。ちょっと。あまり良くなくてですね。いい、なんだろう。作文っていうのは。 ファクト5割感想5割、割感想というふうに言われていんですで。同じようにビブリオバトルということもなんですけど本の内容で面白さを告げる時も本の具体的なこの本の中にはいくつ何が書いてあるのかっていう作者が書いてることっていうファクトを語る部分とで私はこの部分が面白かったっていう感想を語る部分と であとはあの私はこの本を読,む読んだ後でこんなふうに物事を見るようになって,て自分なりの変化を語ること,とこの3つの要素が必要だよねという,う話をしておきながらで今日ですねいろ、まあ、あの出した本はです、ね、お互いに、まあ「じゃあこの本もういらないのって言って持ち帰り合戦になってです、ね、俺が持っていたです、ねあの「イギリスはパンの国おいパンあ美味しいですよ」っていうです,、ね、すげえしょうもない本は見事に売れ残ってですね「じゃんけんで負けた人が持って帰る」という、みっともないことになってしまったんですけど。 で今日僕もらったのがこれなんですね、えー、伊沢元彦さんのですね逆説の日本史七巻中世王権編ってやつですね僕あのこんな逆説の日本史とかですねそんな大華なタイトル書いてる本はちょっとあんまり好きじゃなかったんですけども今日あのプレゼンするのがですねうまくてですねついつい読んでしまいましてですねあの何かっていうとですねえっ、ー、と足利高氏はあのもうこのこれを語った人がかなり日本史マニアでなんせあの だろうな先生やってる人なんですね。で塾の先生やってる人なんでもう話し方がです、ね、先生でですね、えー だろうあの室町時代の将軍といえば誰もが知っている足利義満っていうところから入られて,っって全員ちょっと下を向いてしまって「そんなやつもいたよな」って「俺もなんか足利義,義満って誰だっけ?と」とまあ金閣寺を建てたおっさんですね。でこの足利義満っていうのはですね歴史の,写真あの教科書を見てもみんなが今あのグーグルとかで検索してもいいと思うんですけど肖像画が残ってるんですけどね坊主なんですよ。でや足利義満がなぜ坊主なのかっていうのを謎を解いてるいやそんな謎がある 知らなかったし、将軍で坊主って別に珍しいことじゃないんじゃないかなと思ったんですけれども。 そう,そう言われてみればんだろうなあの歴代将軍で,ですね坊主の人っていないんですよねで足利義満の肖像画もう見事に坊主になってるそれは何でかっていうと実は足利義満っていうのは天皇の位を算奪するつまり奪い取ることを考えていたと。でだからといって無理やり奪い取ってはマジで算奪してしまってはこれはなんか反乱者になってしまうと。えーなので 僕らの日本史ののは、日日本本とという国は将軍と天皇ががつの権威があると。で日本人というのは頭がいいから天皇という権威をそのままにしてで実権を握るためにいわゆるその将軍職というのができたのが室町時代だというふうに理解してたじゃないでもそうじゃなくてわずかその将軍制度ができて3代目の足利義満の時代にあの彼は将軍になろうとしてでもこのまま将軍のまま 一気になんだろう、天皇を乗っ取ってはあのなんだろう周りであれこれ言われるから一回坊主になることによって、えー、自分をですねデオドラント化っていうんですかね消毒してなろうとしたという話がですね書いてありますというふうに言われて「<laughs> ほう!ほうっ」って面白えと思ってでそれはどれぐらい、えー、本当の話なのって聞いたそれは通逆説の日本史という方にはそれはなんか通説ではないんでしょうっていうふうに聞いたらいや少なくとも僕はそれ以外で。 確かに足利義満の坊主の肖像画が坊主でそれはなんか歴史上ではですね 謎というよりは、誰も説明しないというか、疑問を持たなかったと。で、この疑問を持たなかったところに、伊沢さんが疑問を持って、で、それを自分なりの推理でやっていって。当時の政治状況から考えたら、十分あり得る話で、なんですよと言われて。猛烈にですよ、ね、面白そうになってです、ね、もう僕は彼のそのビブリオバトルに負けてしまってですね。俺が出したイギリスパンは、ダメで <laughs>。悔しいって思いながらですね。逆説の日本史をもらって帰ってきました。まあまあ、いらない本を出してですね。こんな面白そうな本がもらえたから。 得なんですけどというわけであの皆さんもですねよろしければ上の方に <laughs> リンクを出していただければ、えー、是非ともですねはい入っていただければありがたいと思いますあのね何だろうねやっぱりね「ビブリオバトル」とかああいうのって面白いよねなんか自分で映画の方でやあのね DVD 持って行って自分のおすすめの映画を言うとかさハンバーガークラブだったらやっぱあのおすすめのハンバーガーを言うとか自分が持ってる情報とかをシェアし,し合うっていうのは楽しいしネット上でやるのも楽しいけど案外こうリアルでやるのも楽しいなというふうに思いましたというですねまあここまでは、えー、世間話でございます。えーえー、逆説の日本人は史実絶対主義を否定的な見地から考察する。あそんなことするんだいや面白いな。 ということで、なんかね、えー、もし皆さんもその気があればですね、あの本棚に眠ってるです、ね、これぞおすすめというやつをです、ね、持ってきていただければと思います、えー。では、新しい映画の採点法からいこうか。えっ、ー、とですね、ちょっと待ってくださいね。さてさて、どこを見ればいいかな。えっ、ー、と、映画のね、採点というのをですね、まあ、ちょっと考えてみたんですけども、 今日ちょっと映画アンケートをですね。なんかこんな見た見ない見るかもっていうかですね。見てない期待値を5段階で見た人は評価を5段階とか、こんないろんな方法でですね。映画をやってみようと思います。であの。なんかね。映画の話をすると見た人は楽しいんだけど、見てない人はいや。なんかそれ見てないし、とか見る気もないし。というようなことで。 こう話がこう分かななくくってくるよねで。ついつい俺も、まあ、それに対してはですねコメントを読みながら話をするってことになるんだけども前回も言った通りコメントを出してくれるのは前列のヤンキー諸君なので,です、ね、後ろの方のサイレントマジョリティの方が何考えてるかよく分かんないんで分かるようにアンケートを見ながらですねで同時に前列のヤンキー君たちにも目を配りながら進めていこうと思います。で 採点って面白くて俺あの映画ドットコムっていうサイト好きでさあそこの採点見てるんだけども大体コンマ2ぐらいで面白さがだいぶ違うんだよね。で地震ってさマグニチュードっていうので強さを、まあ、測るじゃないあの揺れの強さを震度で測ってで地震が持ってるエネルギー量をマグニチュードで測るんだけどもあれは 0. に増えるごとに倍になるんだってね。 だからマグニチュード七点一と七点三の地震というのは零点二しか違わないんだけどエネルギー量は二倍ぐらいになってるんだって。だから七点一と七点七かなだったら十六倍ぐらいの差があるっていうのをう聞いて、ああなんかすげえなーと思ったんですけども、映画の採点もまあ地震とねこう比べたら時期的にこうなんか、ね、すごい不均一感わかんないんだけども、映画ってちょっと面白いと割と面白いなっていうのって作り手のなんかね。 ややっぱり、り合の方とかレベルが全然違うんだよね。でなので面白さのポイントを0.2上げようと思ったら本当に倍ぐらいの力が必要なん,だかなんじゃないかなと思って僕最近採点する時に5段階で考えるようにしてるので映画ドットコムのなんか評価というのも割と、まあ、見てからいくんだけども基本的に僕はですねその 5, あの5段階で、まあ、3っていうのを中心に考えてまあまあっていうのを3で考えて4になると面白いで5になるともうすごいっていうふうに考えてるんで、まあ、5をつける映画なんてほとんどないだろう人生でまあなんか本当に一生のうち2回か3回ぐらいかなというふうに思ってるんだけど1はダメな映画であ2はいまいち見て損しちゃったなぐらいの映画だと思ってください。 ちょっとあの練習問題ねまず今日本編のゴールデンウィークに行く前にです、ねえー、みんな見てるであろうということはないんだけども、えー、みんな見てるかもしれないというふうなことでまずです、ね、劇場用ガールズパンツァーガルパンだよね劇場用ガールズパンツァーを見た見てないの2択でまずやってみようか3択でいいよ、えー、見た見ない見るかもです、ね、ガルパンは見たでまだ見てない。 あ、まあ違う見,見ないだ2は見ないもう俺多分見ねえよ3は見るかもしれない今日の話の中で見るかもしれないというふうなことでちょっとあのアンケートを取ってみようかこれはまだ計算しなくていいですはいえー、じゃあですねお願いしますアンケート出してください 5回見た人は別に5倍にされないからねはいあお案外多いね、えー、見ないというふうに決めてる人がもう5割以上ですね見るかもしれない人が2割以上ですね、えー、でですね、えー、ガルパンはですねあの映画 .com で見たらですね、えー、4.2あるんですよ4.2っていうのは僕の中で見ればそれは見なきゃいけないなんですけども僕自身がガルパンを見た時の感想は3.2ぐらいなんですよね 戦車の戦の闘シーン、ものすごくいいんだけどもそれまでのシーンがもういかにもなんかキャラクターがありがちな話が延々見せられてですねこれはたるいわというふうにごめんねファンの人思っちゃうと僕は3.2ぐらいなんですけども映画ドットコムで見ると4.2ぐらいで実際になんかその評価っていうのはどれぐらいなのかなじゃあ見た人だけで評価してみようあの俺が今言ったことを気にせずにガールズパンツは5段階でみんな評価してみて見た人だけはいお願いします。 1>, はいえー、1の星1つから星5つまでですね本当に最高と思う人は僕の意見気にせずにもう5でいいですよはいえー、じゃあちょっと早めに出してくれるのこれ平均値出さなきゃいけないからはーいわー1の人もかなりいるねすごいね2が3.31と2合わせるとまあ、えー、と1割ぐらいで三が星3つが、えー、25%ですね、はいえー、ただい計算式をやってお

ぎりぎりの人数でやってるんで、今日いきなり統計値取るということで、<laughs> バイトをやっといる人、はい、姉さん、数字出ましたかですもうちょっと大きい声でお願いします。3.7、はい、えー、姉さんの統計出ました、3.7ですね。はい、皆さんのですね、統計あの数字は3.7なので、えー、映画ドットコムで見てる人よりは点が低く、僕よりは点が高いというぐらいありまちょうどなんか温度差、そんぐらいだと思います。映画 com はね、ね。やっぱり、ね あのー、とにかく好きな人はすぐ5をつけるという悪い癖が、あのーなんだろうね、一時期のです、ね、食べる君のラーメン屋の評価みたいにです、ね、好きな人間全員5をつけてダメという人間全員1をつけるってアニメってそういう極端なことが出やすいのです、ね、あのなかなか数字が一定しないので俺このなんだろう岡田敏夫ゼミの3.7というのがかなり、ね、正確な気がします。はい、はいい、いありがとううございます。すじゃあもう一つですね。 えー、もう一つです、ね、見る人は見ててやたら周りに進めてうるさいぐらいの映画で有名なですね、えー、マッドマックス怒りのデスロードですねマッドマックス怒りのデスロードまず見た,見,た、えー、見ない見るかもの3択お願いしますはいマッドマックス、えー、怒りのデスロード,デスロードですね、えー、見た見ない見るかもですねはいじゃあこれ数字出してください2回しかて二回 <laughs> 見るやつ本当に見てるんだよはい あ,あ、見たた人増えましたね、えー。見る感もちょうど3分の13分の13分の1ぐらいですね。あのー、これですねえー、っとですね映画 .com ではで、ね、4.1になってるんですけども実は僕のですね評価は、ね、4.8というですね <laughs> とんでもなく高いものになってますね。<laughs> つまり ええと、もう、あれを見ずして、何を見るというぐらいです。あの、ガルパンと逆なんです。ガルパンはね、さっきも話した。もう途中まである、ありがちなストーリーがうっとしくて、ラストの戦車バトル。 すごくいいっって言ったやつで「マドマックス怒りのデスロード」ってガルパンと逆の構成でもうストーリーリは何にもなくてですね頭の悪い連中が出てきてひたすらなんか自動車で追いかけっこしてるというだけの話なんですけどもそれだけをひたすら見せられると不思議と何か爽快感というかですねスッとする感じが僕すごい好きで3点はじつけてるんですよね。で ちょっとね、これもアンケートを取ってみましょうか。えー、マッドマックス怒りのデスロード5段階、見た人だけ投票してみてください。はい。えー、では5段階ですね。頑張ってですね。みんな心の中で3.2とかね、8とかね、4.5とかあると思うんですけど、まあ、無理やり5段階でやってみてください。では見た人お願いします。37%の人が投票してくれるといいな。はい。では数字出してください。はい。 あもう、相変わらず1度には変わらずやっぱり10%ぐらいいますねああさっきとそんな変わんないかもな、うん、高いは高いですね5が、えー、3割以上あるので高いですで、えー、4の人もですね37%ですからまあ4以上いくのは確実なんだろうな近年アンケ前に絶賛しちゃダメだいや大丈夫だよンケでねあの案外はい数字出ましたか 3.9それでも4位いかないのか <laughs> ああ、なるほどな案外なんかまああの絶賛にねあんまりねみんな引っ張られないのがこれで分かったと思いますあのさすが前列のヤンキー君ではなくて後列のですね冷静君たちはですね <laughs> 味方が冷たいですねというわけでこんな感じでですね えー、感想5択ですね五つでですね投票してもらいたいと思いますでそれぞれですねそのあとで,ですね映画ドットコムの採点とかですねあと岡田斗司夫の採点というのをしてみたいと思います、えー、じゃあですねゴールデンウィークですねもうあのほとんど終わっちゃった映画とか終わりかけてる映画もありますけどもですね、えー、僕が一応見た順番っていうのなんです見た順番でやっていきたいと思います、えー、じゃあですね、えー、スポットライト アカデミー賞を受賞した去年のあ今年のアカデミー賞を受賞した、まああのえー、ドキュメンタリーではないんですけど現実のです、ね、バチカンのスキャンダルを舞台にした映画です、まあ、これはあの見た見てないというのあ、これごめん撮らないとあ、一応もう撮ったんだからちょっと押してみもらいましょうか、えー、ここから先はこの見た「見たみなあの撮らなくていいです」「スポットライト」はい「やっぱ見たい人1割もいないよね」はい 話についてこの「スポットライトとですねあとは「バンクシー・ダズン・ニューヨーク」ぐらいですねめんどくさい映画そっから先はもうひたすら頭の悪い映画最終的に俺は「チェハラ・フルシモの句」とですねあと「テラフォーマーズ」まで今日は語りますから大丈夫大丈夫じゃあ「スポットライト h t 5択出してみてください。 はいスポットライトを見たですね8%の人頑張って投票をお願いします。5段階に分けております。じゃあ皆さんのですね数字投票してみてください。じゃあ数字やってる間にですね、えー、解説を入れましょう。えー、では計算、姉さんあの計算をお願いします。はい、えー、ですねあの一応ですね映画ドットコムではですね おーな,るなるほど。3と4が多いね。映画 .com ではですね、えー、この「スポットライト」というのは3.8になってますけど僕は一応4.0にしました。それよりちょっと高いなつまり面白い映画です。で正直言って面白いかどうかっていうのはなんだろうなあのうんとねアクション映画としての面白さではないんですよ。でアクション映画の面白さではなくてですね、えー、まあ何だ事件を追う面白さですかあの 仕事としていいんですよね。バチカンのスキャンダルを、えーっとですね、あのマイナーなです、ね、新聞の何、えー、だろうな社会面がスクープしたっていうやつで,でどちらかというとこれがあの日本で何でこんな映画が出ないのかというのが問題で田中角栄 時のです、ね、首相の田中角栄を追い落としてです、ね、刑務所までぶち込んだ「文芸春秋」の編集部というのがあるわけです、ね、月刊文芸春秋あれなんかもですね絶対に映画になるはずなのになぜか日本はこういう職業ものとして書くのは下手なんですね。巨悪を追求するでこの「スポットライトもですね「バチカンの闇を暴く」っていうから日本人見てない人はついつい。 なんかこう闇を暴くようなストーリーなのかと思うんですけどもほぼそこで書か,書かれているのは新聞で「徳ネを作るというのはどういうことなのかどどで周りからいろんな妨害というのは やっぱ僕らがついつい考えちゃうバチカンからどんな圧力があったのかとかそんなことじゃなくてただ単に本当にスクープを何日間持っておけるのか例えば早く出さないとよその雑誌に抜かれるんだけどもところが早く出すと新聞の売り上げ上不利だというなんか社内のバランス感覚みたいなのがあってというビジネス感覚に溢れた映画なんですよね。すす。す。ごごくく面白かかったたんですであの金谷さん、んででささははははい。い。いいいい。あ、ごめんなならになりましたか数字。 なるほどなえっ、ー、とですねあのスポットライトの中で面白かったのがですね、えー、カソリックというのは生涯独身を要求されるんですねで生涯独身を要求されるのであのどう言えばいいんだろうえっ、ー、とねフロリダのソーシャルワーカーが映画の中で出てくるんですよでそのフロリダのソーシャルワーカー性犯罪とかを追及してる人が言うにはうーん 牧師の中で5、5%の人が性犯罪を犯すっていうふうに言うんですね。そのソーシャルワーカーは、カ「カソリック教というのは、神父が生涯独身なので、生涯独身の神父っていうのは、性犯罪を犯しやすい傾向にある。で我々の独自の統計では5、5%の神父が犯罪を犯すっていうふうにそのソーシャルワーカーは言うんですよ。 本当かっていうふうに言ったらいやそ,その資料はもうそちらにも送ったけれど無視されたとやっぱあのボストンの新聞社それなりの大手の新聞社小さいといは大手の新聞社なのでいろんな投書がくるんですよそういうのをついつい見逃してしまうんですねでボストン地区の,そのカソリック教会の数を調べて聖職者の割合から出すとひょっとしたら犯罪を犯してる可能性がある神父の数が500人ぐらいになるんですよ。 じゃあ、もし神父が性犯罪を犯したとか子供たちをレイプしたとかそんな事実が山のように出てきてですねで、えー、それは何人か追及できないんだけどところがカソリックの年間を見てみるとボストン内で、えー、天気なんか不自然に転勤になったり不自然に休業になったり不自然になんだろうな役職が変わったりしてる神父が 山のようにいるとで何人いるのかたは490人いるんですねでその統計上出てきた500人という数と実際に出てきた490人という数があまりにも合致して恐ろしいので,ですねどん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 こう社会問題として掘り進んでいくこの様がなんかねすごい心臓がドキドキして面白かったですね、えー、とね結局それはボストンという教区の中全体で性犯罪を犯す神父っていうのを隠し 通そうとして何か問題が起こったら教区を移動させて教会を移動させて対応してたところが教会を移動しても移動しても性的犯罪者になってしまった神父というのはまた次の教区でまた次の教会で同じ犯罪を犯していたというやつなんですね。でこの「スポットライトと映画に関してバチカンはカソリック教会をどういうふうにやってるのかっていうともうすごい絶賛していてあのー、なんだろうな、えー、まさか我々の悪を暴いてくれてありがとうとは言ってないんだけども、えー この報道があったおかげで崩壊、ちゃんとあのボストン教区っていうのがもう全部全面的に一回なしにして立ち直りができたんだと。でキリスト教カソリックを信じる者としてこれを報道することはすごくつらかったに違いないとでそれでも信仰心を失わず我々を信じて告発してくれてありがとうみたいな。 まあ、大きい意味で言うと、そういうふうなですね、このコメントを出してですね。一応ですね、カソリック教会ともこう仲直りしながら今やってるんですけども、だから、そういう事情を踏まえでも面白いなと思うんですよね。で、映画の中では、まあ、盛り切れなかった事実として、本当は一番罪があるのは、そのカソリック教会にですね。なんかこう、雇われた心理学者とか精神病学者がいるんです、ね、で、その人たちが性的犯罪を犯した神父も。 何週間かの治療を受ければ大丈夫だっていうふうに保証したんですよ。なのでカソリックそのボストン教区としては性的犯罪を犯したあの神父っていうのを一度解任するとか配置換えする時に何週間かの治療プログラムに入れてこれだったら OK だってお墨付きをもらってたっていうここの事実を報道しないとつまり本当に悪いやつは 実はバチカンでもなくカソリック教でもなくそこの間でなんだろう適当な営業をして儲けていた精神科医じゃねえかみたいな問題とかが触れられてないというようなツッコミもあるはあるんですけどもまあとにかくこう映画としてはですねそういう地味な題材を見れるような面白いところを持ってきたという辺りが僕はもう4.0だったんです。じゃあ次行きましょう。えー、っとじゃあねどうしようかな予備知識だとクエスチョンマークのいがそうですね。 正直予備知識なしだと <laughs> クエスチョンマークな映画です。あのー、ちょっとね、どうですか。みんな見たいと思ったかどうか。これはもう見てない人対象なんですけども。 えー、期待値をですね、えー、ちょっと聞いてみたいんですけど出ますかアンケートはいスパロタイト見てない人期待度ですね、えー、まあどうか迷ってるぐらいは三ですねで多分見ないは二ですねいや絶対見ないは一ですちょっと見ようかなとなんかこうかなりかなりとかゾブゾブ思ってる絶対持ってる人は五ぐらいで一回投票してみてくださいはい。 そうです、ね、はいまあ今の説明で満足した人は別に2ぐらいでいいかなはい出してくださいおおはいはいはいあこれは計算しなくて大丈夫ですそうですね5割ぐらいの人があなんとなく見てもいいかなぐらいに傾いてきたんでですねありがとう。Netflix、でやったら見ろいやあの、ね こういういのってです、ね、映画館で見ないとなかなか見れないですよ。特に最後のテロップのところで出てくる衝撃のです、ね、事実っていうのがあるんで俺ねちょっと今のやつ言わないけどそれを見たらですねすげえもん見たなってんだろうな感動と暗い気持ちとか両方襲ってくるってですねあのいい映画であります。 じゃあ次ですね。バットマン対スーパーマン行きます。バットマン対スーパーマンですね。見た人ですね。じゃあ投票してみましょうか。バットマン対スーパーマンですね。ちょっと古い映画になりますけれども、バットマン対スーパーマンですね。はい、ご託んでお願いします。はい。はい、ゴールデンウィーク映画ですよ。一応ゴールデンウィーク映画のですね、まあまあまあ皮切りというふうなことで、バットマン対スーパーマン見た人採点です。 じゃあ、五段階でやってみてください。頭の悪そうな映画。ほう。<laughs> その通りなんだけど。<laughs> はい、数字出ました。じゃあ、姉さん、集計お願いします。CM の時から漂うダサく感が。<laughs> 確かにね。うわ、見た人の点が低い。 点点っ,って、本当に1点なの。大丈夫みんなこのあと「千早ふるの下の句」とかあ,の <laughs> あるんだよ夜中には「<laughs> 1」なんてめったに出しちゃダメだよ言っとくけど <laughs> まあいいや <laughs>、えー。えはいあのね、えー、映画トコムでは点四。 だったんで,すよでまあ映画ドットコムで3.5を切る映画見たらやばいっていうのが僕の感覚なんですけどまあ確かにねで僕の、まあ、採点でも3.1ぐらいですねあの。これはもう前回かな前々回に言ったんですけどもザック・スナイダーアメリカの樋口真司ですねあいつに映画撮らせちゃダメだよっていうのとあとは、まあ、無理やり対立させてる本来対立する理由もないはずのだからシビル・ウォーはその辺うまいよねあの対立する理由のないバットマンとスーパーマンの まあ対立の理由が単なる誤解だったというですね何でしょうねこの,あの今川版ジャイアントロボみたいな感じっていうんですかね <laughs> なんかあの「待てそれを言うな!」って早く言えばいいのにとか単なる誤解みたいなものでですねスーパーマンがバットマンに一方的に嫌われて喧嘩売られるという映画だったんでですねそこら辺がですねちょっとまあしんどかったなというのがあります。えー、平均点出ましたか まあでもね僕はあのなんだろう3.1にした理由は、まあ、なんで2.4より3.1なのか3.1ぐらいに上げたのかっていうと。 一応、ね、見れるる場所はあるんんすよ、ちゃんと。例えばあの「ワンダーウーマン」が最後の最後のって盾持ってなんかこうあの戦うところとかですねあと「 うん、バットマンとスーパーマンの住んでる町が案外狭くてちあの近所で,です、ね、お互いの活躍が見えるところとかですねんかそれなりに面白いところがあるんで「進撃の巨人」よりはいいんじゃねえのと俺を思ってですね3.1つけたんですけど皆さんは2.4ですかそんなものかもわかんないですね脚本の重要さがよくわかるまあ、その通りですはいえー、じゃあですね 次またあのすいませんアート映画になりますけども「バンクシー・ダズ・ニューヨーク」ですね。えー「バンクシー・ダズ・ニューヨーク」というです、ね、映画を見た人はあんまりいないと思うんですけども、えーまあ、じゃあもう見た見ないのアンケートを置いといて5択の方を出してください、えー。「バンクシー・ダズ・ニューヨーク」という映画を見た人はですね5択、えー、を投票してみてください。な集計してる間に話をします。はいはい。でどんな映画かを説明しますね。えー、はい数字出ました。 お見た人割といい。るんだね。はいえー、バンクシーっていうのはですねあのロンドンのですね、アート集団で,ですね。落書きとかでを表現してアートにしてる人たちでまあ謎の集団なんですねあの正体が今んところ分かってないです。で何、えー、だろうステンシルって言ってですねあの。 紙にで,すね、でっかい紙に何だろう切り抜いてそれをスプレーでシャーッと吹きつけることによってステンシルアートっていうのをやってるんですけど、まあ、それで結構人物とかですねネズミとかいろんな形やってるんですね文字とかもやってるとで、えー、動物園とかに入って例えばその動物の主張を急に文字で書いたりとかですねそういうふうなことをやるんですけどもおい、えー、2.4「バットマン対スーパーマン並み」言われりゃ損そん取 <laughs> りかもしれないなはいはいはい。 えなんですけども、あのメトロポリタン美術館とかですね、大英美術館にですね、あのジムタイの作品をなんだろう、ほらどこの美術館でも空いていてガラガラな部屋ってありますよね。で、警備員ってアートを汚されたり盗まれたりすることには。 すごい敏感なんだけど、実は案外持ち込まれるってことは誰も想定してないで見張ってなかったんですね。で、バンクシーはですね、大英美術館とかですね、あとメトロポリタン美術館で自分たちの作品を勝手に持って行ってその場で飾って帰ってくるっていうのをやってですね、誰も気づかずにかなり長い間展示されてたっていう事件があったそうです。まあ、それでも有名になった人で別名芸術テロリストと言われてます。で、彼らがですね、2014年のですね、10月の1ヶ月間ですね、ニューヨークでですね、あらか、あの、我々 それは。 これから、毎日一つつずつニューバンクシーがアートを出すぞっていうのをツイッターで言ってそれを見たです、ね、アートファンたちが大喜びでとりあえず毎朝毎朝バンクシーがです、ね、自分のインスタグラムで作品の写真をポンって出すんですよ。でそれで、ででものすすごいみんなで必死に探してるんですよというのはニューヨークっていうのはもともと落書きが多いところだから発見したって言っても違うやつかもわかんないです恥かくかもわかんないのでそれがバンクシーの作品かどうかはバンクシーのインスタグラムを見るしかないんですよ。 えっとですね、見てみんなが発見するとそういうので追いかけてるやつなんですよ。でドキュメンタリー映画なのでですねカメラがその場にあるわけではあるんですけどもいつもいつもです、ね、バンクシーのアートに一番に間に合うわけではないんですなので映画の大半はですね、えー、単なるです、ね、普通のアートファンがスマホで撮ったですね <laughs> ムービーっていうのとか写真が映画館の大画面に流れてる大変アナーキーな映画でこれ僕ねすごい面白かったんですよ。なんでかっていうと。 あのバンクシーの作品というのは最初に見た運のいい人しか見れないですね。というのはニューヨークではですね落書きっていうのは書かれてそのまま放っといたらあここ落書きしていいんだということで周りがみんなうわー!」と落書きをしてしまってで不動産の資産価値が下がってしまう。なので落書きたいうのは基本的に見つけたら消すのが当たり前なんですよ。で、あのー、なんだろう自分の家の壁にバンクシーがんですよ。 アートをしてているるとととうここは、つまり、落書きされてることなんですね。なので持ち主っていうのは見つけた瞬間大体いい怒って消してしまうんですよ。なのでもう芸術ファンたちが一生懸命写真撮りながら消さないでって言ってるのになんかお前らは関係ねえだろって言ってゴシ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 、ペンキで上から塗りつぶしたりしてるシーンとかがですねあのアートファンたちがやめてって言いながらスマホで撮ってるだけとかですねそんな中ドキュメンタリー映像がどんどん出てきて何がアートかよく分かんなくなってくるっていうのはバンクシーはアートだから自分たちの の作品というは、本当は残ってほしいんだけどもでも上から消されるとかです、ね、塗りつぶされるというのが分かってて自分たちのアートを発表していると。で 中にやっぱ悪い奴がいてですよ。悪い奴ってこともないんですけども、例えばシャッターにバンクシーがガーッとアート書いたと。そうすると、電気のコンでシャッターをガーッと切って、そのままオークションとか、あの、芸術オークションとかに持ち込む人もいるんですよと、それが、まあ何万ドルかで売れたとすると、ブラッド・ピットとあのアンジェリーナ・ジョリーの姉妹はバンクシーのコレクターで、5、6千万ぐらいかけてバンクシーの落書きを買ったことがあるそうなんですけど、その落書きを買ったというのも全部、なんていうのかな、バンクシーに無断で、 っていうのは、まあ、バンクシーはもう人の財産のように書いたんだからそもそもバンクシーも犯罪者バンクシーのアートを盗んだやつも犯罪者でもそれがオークションにかかってブラッド・ピットがですねなんか競り落とすという不思議なことが起こってしまってるんですけどだからアートとしては本来残る方がいいわけだからなんか途中でバンクシーのアートを盗むやつが出てきてそれがオークションに出てきて。 避難を受けるのかと思いきや街の中に残ってたらもうほぼ消されちゃうんですね。でその1ヶ月間のバンクシーのアート作品の中で結局まともな形で残ってるのって盗まれたやつしかないんですよ。そうすると芸術っていうのは 僕らはなんか心情的に考えたらバンクシーがせっかく書いたんだから街の中に残してやれよっていうふうに思うんだけどもでもそれをすると街の景観をどんどん上から書いたりあとバンクシーの作品に横に吹き出しとかでセリフ書いたりする人やつとなんでバンクシーのアートが OK で俺が書いたアートはダメなんだって横にアート書くやつもいるだから何がアートかわかんないし本当に言えばアートを守るというのでは切り取って だろうなオークションに出してブラッド・ピットが買うとか美術館が買うというのは一番正しいんだけどもじゃあ正しいアートって何だろうかっていうのがバンクシーの活動全体がアートに対する問題定義になっているという構造になっているのが、まあ、すごく面白かったのですね僕は3.2は一応つけましたであの映画 .com では3.5になったすよ。そこまで面白い映画でもない皆さんの評価でも2.4程度ですねじゃあ次行きましょうえー アイアムアヒーローですね。映画 .com では、ね、3.6でした、えー。皆さんのアイアムアヒーローですね。ゾンビ映画ですね。日本初のなのかな ?R15 指定のですね、えー、ゾンビ映画でございます。えー、じゃあご択出してください。あれは面白そう。評判よりやすいそうですね。評判はいいです。あのー えー、昨日ですね、あの、関西行ってですね、東野幸治さんにですね、アイアマヒーロー見られ、見、見ましたかってキラキラした目で聞かれたんでですね、<laughs> すごいですね、と言った東野さんが、そうでしょうっていうことで,ですね、まあ、あの、残りの楽屋全員他見てなかったんでですね、<laughs> アイアマヒーローいかに素晴らしいのかをですね、二人がかりで力説するというですね、<laughs> 何かこう周りにいるゾンビを二人で撃ってるみたいな感じで、一生懸命説得してましたけれども、はい、数字出ました。あ、一、やっぱネガティブな評価の人もいますね、はい。 えっと評価が分かれるなこれを見て自分がゾンビ映画そんなに好きじゃないことが分かったあそれも分かるなえー、っとですね映画ドットコムでもですね評価案外低いです3.6ですえー、まあバットマン対スーパーマンとそんなに変わらないというですね <laughs> すごい結果になっておりますけども、えー、さて我々のですね見てる皆さんの評価は何点ぐらいになりましたでしょうかねさん。 2.9ですか本当に何かスポットライトの方が高いというですねはい2.9でございますえっ、ー、とですねあの僕はね4.2、えー、もう本当に邦画で4出すなんてことはまずないんです4.2ですえっ、ー、とねお話自体は、えー、もう原作を思い切り刈り込んでるんですねだから評価が低い人っていうのはその原作との違いの部分なんだと思いますで あとググ、まあ、グロロロ本当に、ね、グロいはグロいあと。主人公がその原作の漫画の中では銃を本当に撃たないんですねっていうのはそんなゾンビをバンバン撃つような話でもなければ主人公は何でその銃を撃たずに で漫画のタイトルが「アイ・アンマ・ヒーロー」なのかというような主張が全般あるんですけども映画版の「アイ・アンマ・ヒーロー」はですね、まあ、大泉洋がめちゃくちゃ演技うまいっていうのもあるんですけどもクライマックスでですね100発ですね銃をバンバン撃ってゾンビをバン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 殺すんですね。でこのシーンの映画的な爽快感っていうのは、ちょっとマッドマックスに通るような部分があるなと。あのそこまでのこの ドラマとしての積み上げていく怖さとか面白さっていうのとあと最後の爽快感の組み立てがですねものすごくうまくできてたので,です、ね、僕はあの一応ですね自分では4.2にしました。で 原作さっきも言ったように思い切っててり込んで、スピード感重視してます。最初の「アイアマヒーロー」というのは単行本の第1巻で同棲していた仲のいい彼女が何か変な状態になってくるっていうのを1巻まるまるやっててゆっくり異常性っていうのを語ってるのをもうあの劇場版の方の映画ではですね 早いうちからその同棲してる彼女とかあの自分が出勤してる漫画家のスタジオに異変が起きてきてで変なことが起きてると思って大泉洋が外へ逃げた途端にその外の大通りでだんだん逃げてく人が増えて巻き込まれていって街中がパニックになるっていうですねなんか ワンカットで全部見せていいいくみたいな流れの段取りがすごい良かったですで。クライマックスのです、ね、ショッピングモールのシーンやっぱゾンビ映画というとショッピングモールですよねが韓国のショッピングモールを借り切ってやってるんですけどもまあ本当にショッピングモール一つをですね丸々使ってやるゾンビ映画のクライマックスシーンっていうのはあですげえなーって思ったんですけども何より面白かったのがラストシーンでですね もうあの、原作の方ではまだラストが出てないんですけども、あのー、映画の方ではです、ね、ラストはその大泉洋とで女子高生と,あと看護婦さんですねこの3人が車でなんとなく疑似家族な感じでまだどっか大丈夫なところがあるんじゃないかっていうように車の中でなんとなくあなんか明るい感じっていうんですかね希望があるような感じにやってるんですよねで。映画として見せる時に、 この位置で切ったとといいうのは、すごくな思っていうのは,うのはあのスティーブン・キングでですね「霧」っていう作品があって「ミスト」っていう映画にもなったんですけども、まあ、映画版の方はねちょっとラストがだいぶ違うんですよ原作の,霧の「霧」っていうやつではですねあのスーパーマーケットに逃げ込んだなんかえー、とあすいません説明が中途半端で、えー、アメリカでいきなり異常なことが起こってで霧 が街中にに溢れて、その外にはモンスターがいるとで。霧から隠れた人たちがスーパーマーケットの中に立てこもるとでラジオとかテレビを見てる限りそれはアメリカ中いや世界中でそんなことが起こってるっていうです、ね、ゾンビ映画じゃないようなゾンビ映画なんですね。 でえー、主人公たちはです、ね、主人公のお父さんと息子ちっちゃい息子ですもう本当に6歳か7歳ぐらいの息子とお父さんとはようやっと何人かとそのスーパーマーケットから逃げてでどうも世界中にこれは広がってるみたい世界中に化け物がいるみたいと。でお母さんを家に残してきたお母さんを助けに行きたいんだけども多分もうお母さんは殺されてこの世の中にいないだろうで家に帰れない。でも、それを自分の子供には、 まだ言えないと。お母さんをいつか助けに行こうなって言いながらなんかそのなんだろうな主人公たちの本当に4人ぐらいのグループが逃げるところで小説は終わるんですよね。でハワード・ジョンソンホテルってアメリカによくからチェーン店のホテルで泊まっててで子供をようやく寝かしつけてで、えー、なんあの本当に息子も。 もうお母さんに会えないんだろうなっていうのがだんだんわかっていて絶望して寝てる息子に対して父親っていうのは二つの似た言葉をかけたと二つの似た音声の言葉をかけた一つはホープっていうふうに原作はそこで終わってるんですね。でホープと似た言葉で二つの言葉っていうのはもうホームなんですよね。つつまり、ホープとホームと二の言葉を父親声をかけた。でその 逃げている34人っていうのはもう家族でも何でもないんですけど疑似家族みたいにやっとなっていくそうやってゾンビ化された世界から逃げていくとそらくその「アイアマーヒーロー」の終わり方の3人が疑似家族みたいになりながらひょっとしたらこの3人だけでも集まって暮らせばなんとかこの世界でも富士山の上まで行けばなんかゾンビがいないという噂だけを頼りに行くっていうのもそのスティーブン・キングの霧の中で ハートフォードっていう場所に行けば何かあるかもしれないっていう本当に得体の知れない噂だけを頼りにホープを持って話なんです、ね、ファミリーを維持するっていう話なんですけどなんかねあのあなるほど監督うまい落とし方これスティム・ビングの「切り見たいよな」<laughs> 読んだよなっていうのがわかるんですけどそういうふうな構造でできていてですねなかなか面白い映画でした。 えー、僕はですね「アイアマヒーロー」はですね映画ドットコムの3.6ではなくて4.2にですねこうやってしまいましたんです、ね、なかなか僕としてもあの素敵な映画だと思います、えー、ミストは最悪のラストだけど見てそうな,のそうなんですねあのミストっていうのはそのスティーブン・キングの希望を持ったラストっていうのもですねあまりにもそのスティーブン・キングが有名な作家なので映画作る側が逆をやりたくなるんですね。なので、ショッキングのラストを作りたくて。 なんかね、逆のラストを持ってきたところが僕はキングファンとしてはですねまあそれはやっちゃいかんだろうというふうにですよつい思っちゃうんですな、ね、何でしょうねあの原作のことはあまり好きでもないやつが原作最後だけいじっていい気になってるみたいな感じですかなんかそれを窓巻きでやられたらイラッとくるよねとかですね <laughs> <laughs> そういうイラッとくるのが原作ファンとしてはちょっとあるんで,ですね。 はい、えー、じゃあですねおおんかね8時44分になってねあのちょっと急がなきゃいけないんでここに「レベナントとかです、ね「ズートピア」とかあるんですけどもしびるを先にやっちゃおうか。はいはい えー、シビル王ですね皆さん大好きシビル王です、えー、じゃあアンケートを出してください5択ですキャプテンアメリカシビル王見た人ですねあのいらっしゃると思うんですけどもシビル王ですはい採点してみてくださいあさっきの本当はねあのアイアンマヒーローのなんだろうなみんなの期待値っての出さなきゃいけなかったんだけどもう飛ばそう時間がないぞ、えー 気になりますよね。はい。では、数字出ました。あ、1が、やっぱ少ないね。さっきまでの、どんなやつでも20%ぐらいいた1がなくて、あの、4と5が割と多いです。でもな、これでも3.6ぐらいになっちゃうんだろうな。シビルを評判いいですね。あの、マーベルのヒーロー集合シリーズっていうのはね、もう物量映画になりがちなんですけども、アベンジャーズシリーズとの違いっていうのがあるんですね。はい。えっ、ー、と、姉さん、数字出ましたか 3.4みんなやっぱ渋いねなかなか4が出ないねでもまあこれまでの中で一番いいかアイアンマンヒーローが2.9なんだからシしびる王3.4ですねえっ、ー、と映画ドットコムでは4.4ですで僕は4.0もうちょっと低い数字をつけてますで、えー、マーベルあのアベンジャーズシリーズいうのは群像劇で、えー、割とですねアイアンマン中心なんですよだからアイアンマンシリーズを押さえとくとあのー アベンジャーズシリーズというのは見やすいと思いますけども今回のやつはですね「ああのアベンジャーズ」シリーズよりはキャプテンアメリカの,あの一番最初の冒険から始まって彼がアメリカという時代をですねつまり1941年2年の第二次戦争前のアメリカから彼が氷漬けの中から生まれて変わってきた現代のアメリカで。 そのいろんな戦争に対する価値観というのが変わっていくと、最初は敵っていうのは明確に国であったり、ナチスドイツであって愛国心っていうのがあるのから。キャプテンアメリカとして彼は？ 生き返った生まれ変わわわっったたけけけでででですすね。生き返ったとか、まあ、死んだわけでも何でもないですけど。それは一番最初にキャプテンアメリカになったんだけどもでもやらせてもらえるのはアメリカ軍の宣伝活動しかやらせてもらえなくてあの服もすごい恥ずかしい服として最初の映画では書かれてるんですよ。キャプテンアメリカっていうのは最初からスーパーヒーローとして出てきたんではなくてヒーローもののパロディーであの服を着てみんなに戦争用の国際株券を買ってくださいというふうに周りで踊ってる女の子の真ん中で笑われるみたいな対象ですね。で周りで 本当の兵隊たちが戦争に行くのにキャプテンアメリカは何だろう科学の力であんなに肉体は立派にしてもらって無敵にしてもらったんだけどもやってることは延々宣伝しかないっていうですねすごいこう切ないところの中からでもドイツ軍の中にもヒトラーの中にも本当の悪がいるという話になりそれで対抗するためにようやっと自分の自分らしさっていうのを敵を見つけて働けたけどもでも彼はもう時代には必要とされてない。 なんで,でかと,いうと今のアメリカには敵がいなくそしてそうでなくて悪というのがあるだけだで悪というのは外国にあるんじゃなくて国内にあるっていうのがそのキャプテン・アメリカ史との映画の中で延々あのなんだろう解かれているキャプテン・アメリカという個人の戦いなんですね自分の中で正義とは何か悪とは何か戦うとは何かっていうのをずっと考えなきゃいけないただキャプテン・アメリカっていうシリーズの映画のシリーズの なんだろうな問題点は何かというとですね俳優の顔がですね感情移入がどうにもこうにもしにくいとこれね大問題でロバート・ダフニーニアは顔がいいんですよマジでだからアイアンマンってちょっと悩んだりなんかイラついたりムカついたり意地になったりすると見てる人がすごい共感してゃんですよだからアイアンマンってファンが多いんですよで「キャプテンアンリカ」のファンが少ないのは整った顔をしてるんですけど本当にね表情が読みにくいんですよ で今回ね「ウィンター・ソルジャー」っていうあのキャプテン・アメリカの元友達が出てくるんですけどねやっぱそいつはねんだろうな表情が読みやすい顔してるから感情移入めちゃくちゃできるんですよね。<laughs> ということで,です、ね、現在の「アベンジャー」シリーズの目的あ問題点っていうのは俺二つあると思って一つはキャプテン・アメリカの感情移入のしにくい薄い顔もう一つはあのー アイアンマンのマブダチの黒人の鼻の潰れたおっさんがいるんですけど、こいつのですね、ブサイクさっていうのがですね、二大問題点ですね。それ以外は本当に、あ、この役者、この顔っていうのがぴったり来る位置にいるんですけども、この二人の顔が悪いからですね、どうもこうもアベンジャーシリーズとかキャプテンアメリカシリーズ、ノリが悪いんですね。どっちも顔、あの、本当に映画スターって顔が大事なんですね。そこら辺もうちょっと考えてほしいなと思うんですけども。 えー、シビルウォーっていうのはですね南北戦争のことですあのアメリカ人はシビルウォーというと本当にピンと切ってそれは何かっていうとアメリカが2つに分かれて戦った戦いのことなんですね悲劇のことですで独立戦争が終わってですねアメリカっていうのはですねまあほとんど世界初の 人口巨大国家としして成立したわけですね。あんな広大な大陸にほとんど移民だけで行ってで移民ですからそれもなんかこういろんな国の移民がこう出てきてアメリカとは何かというのを自分たちで一つ決めてだからその独立の時の宣言文とかですねアメリカの合衆国憲法っていうのは、彼はすごい大事にするわけですよ。 なんか戦って独立を勝ち得た我々は一つだというユナイトの国統合された国だったはずがわずか独立からですね100年足らずぐらいの間に内乱をすることになるその内乱というのは何かと,いうと最もアメリカらしい南部のの田舎町の価値観です、ね。でもそれは同時にプランテーション経営をしてで黒人たちを奴隷として扱いでもそれのおかげで物価が安くて安定して アメリカだけで全ての消費が賄えて輸入も輸出もしなくてもいい我々は神から楽園を与えられたんだとヨーロッパから逃げていった我々っていうのは悪の国から逃げてきたカソリックから逃げてプロテスタントという柱を立てたっていうような,なんだろう正義なアメリカ。 僕らは日本人からすると奴隷制度だから悪だと思うんですけどやっぱりね彼らにしてみれば奴隷制度あったにしても南部っていうのは古き良きアメリカの価値観なんですね。でそれに対する北部って何かと工業主義とんだろうな貿易主義なんですね。よそ抜けと適当に仲良くしながらもっていう現実的な妥協点を見つけながらこのままで豊かなアメリカをやっていくと世界の二流国農業国にしかならないと。フランス革命の後 いわゆる思想や科学の分野では先端を走ってたフランスがなんで弱体化してたのかというとフランスっていうのは農業国であるということをどうしても捨てられなかった工業国というのシフトが失敗してイギリスとかと比べて国力がどんどん落ちてきたっていうのをアメリカのですねその東部のやつらは見てるわけですね。なので東部の人たちは合理的な意味で別に何だろう人情的な意味で黒人奴隷制度をやめたわけじゃないですよ。黒人を奴隷ではなくて、て、市場にに解放することによって彼らが、 働,かなくても働,働いても働かなくても食える奴隷ではなくて働かなくては 増えない,いわゆる日本と同じような労働者サラリーマンにすることによって経済の繁栄を目指したこの2つの価値観現実主義と理想主義って言ってもいいんですけどこの2つが内戦ですねアメリカ独立戦争シビルウォーの本質なんですよで今回のそのキャプテンアメリカの考えるその正義の判断というのは我々の自分自身の内面に問いたいという自決主義というのはある種の理想主義でありで同時にキャプテンアメリカのじゃなかったアイアンマンの唱えるその 正義というのは何かというともう時代によって変わると。で我々がいくら正義のためと頑張っても被害者がこんなに出てるじゃないかじゃあもういつアベンジャーズが出動するのか国連の管理下に任せてしまうという現実主義というのはどちらかというと北部アメリカの北軍の考え方に近いんですね。この理想主主義義対現実とあのトランプというのはなんであんなむちゃくちゃなことを言いながら一定の支持を集めるのかというとそこの中に一種の古き良きアメリカの正論を見る。 そうっていういのがあって、ヒラリーがやってることっていうのはやっぱりそういう問題はあるんだけどもう今更なんだろうな,なんかプエルトリカがアメリカに来るんだとかそんなことでできるはずがないから現実的に落としどころを見ていきましょうっていうのはやっぱりその北部アメリカの合理主義みたいなものが元北部アメリカの合理主義みたいなものが出てると。 いやまあ、ただ単にアメコミ映画のくせに「しびる王」とか言い切ったもんだなって思うんですけどもあのアメリカ人の心の中にある正義とは何なのかでものなんだろうな正しいが間違っているのかっていうのはお上が決めるのか我々が決めるのかそれのなんか二択を迫られる世界でそのキャプテンアメリカの映画として。 最初に言いました通りキャプテンアメリカの映画っていうのは何のために戦うのかなんで彼はキャプテンアメリカになったのかっていうのをずっと追いかけてるんですね最初はナチス・ドイツと戦うためであり次はんだろうな悪いやつと戦うためなんですけどその悪いとか正義とか何をするのかということすらも自分たちの判断から奪われそうになったところでなんかそう。 キャ、あのののプテンアメリカの悩みとと、いうはより深くなるとまああのマーベルの映画シリーズってのはこっから第三部に入ると言われてるんですけれども第三部としてはなかなかいいんですけど俺があの何ですかねしびる王があの映画ドットコムでは4.4なんですけど4.0なんですよ。まあちょっとしんどいなと思うのはなんかあのねえー、っと とは言いながらマーベル映画の悪い癖ぐちゃぐちゃ言ってるあいっぱいいるキャラクターをいまいち整理しきれてないと俺は映画館で途中に2回も寝てしまったっていうのがあるので4.0にさせていただきました、えー、10分ぐらい延長しちゃったんだけどもじゃあねすいません積,積み残しが山のようにあるんですけども、えー、有料会員放送の方に行ってですねこの後は残りの映画とあと見てはいけない映画ですね逆に俺ですら3.0以下をつけた映画とですねあとはシン・ゴジラについてですね ちょっとね、なんか予告編のあのバージョン違いが公開されて、えー、考え方が変わってきたと。あとはあのシン・ゴジラのですねチラシを見たらですね、えー、日本対ゴジラの横にですね現実対虚構っていうのが書いてるんですね。でこういうメッセージでどんなことをしようとしているのかっていうのが僕なりの読みが。 ありますのでですね。そちらの方を見ていただきたいと思います、えー、それではですね、えー、限定放送の方に行きましょう。映画の話ばっかりですいません。<laughs> じゃ、限定放送にシフトしてください。